金持ちでも貧乏でも死ぬと君の骸骨になりますね。そうですね。いつからタトゥー入れたいですか？20代の頃から入れたかったですね。ずっと入れれなくて、海外とかよく行くもんで、海外の人のタトゥーとかを見てるとすごいかっこいいじゃないか、使い入れたいなってずっと思ってたんだけど、なかなか日本では入れてもね、ないって言われてたから入れにくかったんだけど、最近はね、入れやすくなってきたもんで、もう入れてもいいかなと思って。あ、今のタイミングがいいな。そうね。なんで骸骨入れたいですか？骸骨が大好きなんですよ。あと、なんでラ・サンタ・モエルテ入れたいですか？メキシコの死者の日の骸骨を見た時にこのデザインがいいと思ったんですね。そう、意味すごくいいね。そう、みんな一緒ね。金持ちでも貧乏でも、うん、死ぬ時みんな骸骨になりますね。そうですね。お、いいね。かっこいい。すごい。皆さんもマサルタトゥースタジオでタトゥーを入れてみませんか？ご連絡お待ちしております。